ログラム最後の演奏になります。プログラム番号13番、本縁。本縁とは飛食いと狩りの意味で、どちらも渡り鳥です。その渡りの風景とモンゴルの自然、そして望郷の思いと輝かしい未来への希望を歌ったモンゴル民謡です。今日はニコと松沼ご夫妻による琵琶による演奏と中国舞踊でお楽しみください。中国舞踊は大きく2つの分野に分けられます。宮廷舞踊や京劇の影響を受けた古典舞踊と、数多くの少数民族の特色を持つ民族舞踊です。今日は草原の民族モンゴル族の踊りを踊ります。中国琵琶、起源はペルシアやインドと言われていますが、日本ではやはり正倉院宝物の五弦琵琶が有名でしょう。唐の時代の中国から日本へ渡ってきた琵琶は、当時は横に持ってバチで弾いていました。現在の中国琵琶は縦に持って指につけた爪で弾きます。中国琵琶には31ものフレットがあり、大変難しい楽器と言われています。ギターとは反対方向に弦を弾く様子もよくご覧になってください。琵琶、松沼康博。中国舞踊、松沼素子。二子は村松勝子。それではお願いします。